サルファーサルファーテグテグテグテサルフ。これさ、ペノレリか。これ違うよね。あの脳症炸裂ガールの作曲者別やね。なんかレルリリみたいな人やね。なんか名前似てるけどなんか違うよね多分。ということでサルファーやります。相変わらずオフラインなんですけど、サルファーやるわ。見てろ、ここで意味わかんないやつ叩いたらどうなるのかな。ちょっと待って、これさ、ちょっとこれ叩けるんかな、これ最初のやつって。あのクオンとかのやつだとさ、なんかちょっとよくわかんないじゃん、リズム。こういうことやろ。あ、昔やってたわ、そういえば。え、あそこさ、ねえ、あそこさ、ねえ、どうやってやる？ねえ、どうやってやる？ここ頭、え、まずここ、まずここ一番大事だからな。で、こうか。え、この曲むずくない？なんか認識なんかすぎる。なんかこの曲サビ多くない？わかる？言いたいことは。サビ多いっすよね。で、ここサビでしょ？なんなら。え、ここサビだよね。てかこの曲久しぶりすぎてなんか全然できないんだけど。え、でここもサビだよね。え、なんかめっちゃサーフィンみたいな譜面してるけどさ、え、これって、え、これサルファーだよね、読み方。サーファーじゃないよね。L はえ、だってあそこに L あるってことはさ、まあでもエーテルが R でエーテルって読むから、わからんわ。なんかちょっとよ、これサーファーじゃない？え、これめっちゃ波乗ってそうな、え、これめっちゃなんか波乗りっぽいけど、これサーファーだよね。サルファーじゃないよね、だって異様って意味なんだよね。めっちゃ海っぽいし、ここも。いや、いい曲だよこれ。え、これ結構いいよね、この曲。結構上位だぞ、俺の中の評価。あ、なんだ今の。いけた？なんか今、なんか俺メイク去ってたから、なんか今スカイノートかと思ってやったら、なんかいけたけど大丈夫？時々ああいう無茶をしてしまうんですよ。自分でもね、自分のことがほっとけないやつだと思うわ。はい、はい、まあこんな感じ。どう？ちょっと全然精度悪くてさ、もうなんか動画になってないけど、え、これどう？いいよね。なんかね、結構いろんな人からなんかコツを教えろクソ野郎みたいなコメント結構来るんだけど、別にコツとかなくて、ただ単に曲をやりなさいとしか言いようがないのよね、みたいな。言いようがない。サルファー、そういうことなんですよ。これスピード 6.5 までいけるようになったんだね。いつから？俺なんかさ、昔グリーバス時代やってたんだけどさ、 5.5 とかがマックスだったよね、昔。早っ！ミスった瞬間、わ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 、